さんこんにちは。ファンケル管理栄養士の鈴木です。そしてこちらが創作料理ファンケル令和本膳にて料理長を務めている板山シェフです。どうも板山です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ファンケルのプラス一品で未病対策学べる健康食堂、3月の未病食材はキャベツです。そのキャベツを使ったメニュー、春キャベツとひじきのヨーグルト白あえです。板山さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは材料です。キャベツ8分の1個、乾燥ひじき小さじ2、ヨーグルト無糖のものを大さじ1、プチトマト1個、すりごま小さじ2分の1、塩少々。ここで今月の未病ポイントです。キャベツに含まれるビタミン U はキャベジンとも言われ、胃を守る働きをしてくれる成分です。脂っこい食事の時など一緒に摂りたい野菜です。ビタミン C も多く含まれているので、季節の変わり目、風邪予防にもおすすめです。はい、では始めます。はい、まずはですね、ひじきをヨーグルトで戻します。この時ヨーグルトは半分の量ですね。お水ではなくヨーグルトで戻るんですね。はい、切り干し大根とか乾燥しいたけも乾燥ものをヨーグルトで戻すとミネラルも一緒に戻って美味しいです。おすすめですよ。ひじきも鉄分やカルシウムが多い食材なので積極的に摂りたいですね。そうですね。こうやってヨーグルトでなじませていきますね。はい、これで置いときますと。続きましてですね、キャベツを加熱していきます。今回もですね、ラップで包みまして電子レンジで加熱して柔らかくします。こちら、600ワットで1分半ぐらいですね。はい、ここが未病ポイントです。キャベツに含まれるビタミン C やビタミン U、 キャベジンは水溶性なので短時間で加熱、茹でないのがおすすめの調理法です。キャベツを選ぶ際なんですけれども、春キャベツを選ぶときは巻きが緩く、張りやツヤがあり、葉が鮮やかな緑色のものがおすすめです。冬キャベツの場合はずっしりと重みがあるものを選んでください。ですね。ちょっとこの間にですね、はい、トマトを切っておきます。これを4分の1にカットします。こちらが1分半のキャベツですね。はい、こちらが粗熱が取れてます。ラップ外して、そして芯を外します。で、上の葉を取ります。これを一口サイズに、お好みの大きさに切ってください。はい、春キャベツは柔らかくて緑色が綺麗なので料理してても映えますね。うん、先ほどヨーグルトに浸したひじきですね、これを入れます。で、残りの半分のヨーグルトを入れます。はい、でこちらにすりごま入れます。であとはサクサクと混ぜていきますね。どんな味なのか楽しみです。ごまとヨーグルト、ちょっと変わった感じですけど非常に相性が良いので、これでまんべんなくひじきを混ぜていきます。でちょっと最後に味を整える意味でお塩を軽くお好みで混ぜてください。うん、はい、出来上がりですね。これでできました。はい、はい、次に盛り付けに入ります。高めに持ってあげる方がいいと思います。で、このトマトを上にかっこよく盛ります。はい、こんな感じですね。できました。これで完成ですね。完成ですね。美味しそうですね。はい、ではいただきましょう。はい、いただきます。キャベツの甘みとひじきが程よい硬さがあって美味しいです。この塩味も程よいですね。うん、ヨーグルトの酸味は気にならないです。気にならないですね。今月もプラス一品美味しかったですね。美味しかったです。では今回も行きましょう。今日も皆さんが元気な一日を過ごせますように。せーの、今日も元気にいってみびょう。次回のみびょう食材は人参です。メニューは人参サラダドレッシングです。では次回もお楽しみに。